はい、本日はですね、こちらのヘインズのビーフィー T シャツの紹介をしたいなというふうに思います。でこちらがですね、以前視聴者の方からこれちょっと紹介してほしいですっていうお声が結構多かって、で、まあ、今回購入して紹介するっていう流れになってます。実はですね、1ヶ月前から購入してて2枚入りのやつを僕は買ったんですけど、まあ、これが新品で1枚あるのと、もう1枚はこちらにもうガンガン着てて1ヶ月ぐらい着てるので、もう多分5、6回以上は着用して洗濯してっていうのを繰り返しているので、まあ後でこのサイズ感縮みとかもまた見てもらおうかなと思いますので、後半見てもらいます。ではですね、この T シャツの特徴としては、ヘインズっていうパック T シャツって結構あと何種類かあるんですけど、その中でもこれはちょっと別格で、まあ、何が違うんかっていうと、生地の厚さが全然違くて、6.1 オンスっていう生地の厚さがあるんですけども、それは何かって言ったら、まあ、大体そのオンスっていうので生地の分厚さが分かるんですが、基本的に T シャツっていうのは3オンスとか4オンスぐらいの生地の厚みのやつが多いので、どうしてもこう透けたりとかするんですけど、これは 6.1 オンスあって、まあ、さらにもっとじゃあ分厚いのは US コットンは 7.1 オンスとか7オンスぐらいあるので、まあ、さらに分厚いんですが、そこまではいかんけど、まあ、分厚いっていう感じの生地感になってます。よく言われるのが、6オンス以上は透けたりしづらいっていうふうに言われるので、まあ、6オンス以上あれば透けることは心配ないんじゃないかなと思って、まあ、まず購入したっていう感じになってます。他のパックティーとかで多いのが、そのオンスがやっぱり3オンス4オンスで薄いので、どうしてもこう透けたりとかするとちょっと肌着感が出てきて、まあ、1枚でなかなか着づらいかなと思ったので、まあ、今回6オンスを購入したんですが、実際全く透けなかったんで、よっぽど色が濃いかったら透けるかもしれないんですけど、僕の場合は、まあ、そんなに薄い方ではないんですが、まあ、一応透けてないっていう感じになってます。でですね、こちらが、結構サイズが豊富で XS から XL までサイズが5展開ある感じで、僕に関しては、M サイズか L サイズやろうなと思って、まあ、購入はしたんですけど、一応まあコメント欄とかで多かったのが、ワンサイズ上を購入した方がいいですよみたいな感じで、まあ、なんでかっていうと、サイズ感がこう T シャツの縦長の T シャツじゃなくて、ちょっとボックスタイプ、ちょっと横にも広い感じになってるので、ワンサイズ上じゃないとちょっと丈が短いかもしれませんっていうレビューが結構多くあって、で僕は普段 M なんですけど、これは L サイズを購入したっていう感じになってます。まあ後でサイズ感は見てもらうんですが、ちょっとまあ今っぽいトレンドっぽいちょっとオーバーサイズ的な着こなしは結構これは向いてるんかなと思うんですけど、タイトめに着たい方とかやったら、もしかしたら今の普通のサイズで購入された方がいいんじゃないかなというふうに思います。もちろん丈とかは少し短いんですが、やっぱり横が大きくなっちゃうので、まあ、普段僕やったら M サイズやったら M サイズで購入された方がタイトめには着れると思います。こちらがですね、値段が結構安くて、定価でも3000円ぐらいで、Amazon で2000円ちょっとぐらいで、まあ、購入できると思うんですが、僕は Amazon で、まあ、購入したんですけど、2枚入りで2000円ちょっととかやったら、1枚だいたい1000円ちょっとぐらいで、まあ、無地の白 T が切れて、でなおかつ透けたりしないっていうことで、コストパフォーマンスは結構高いんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際この首元とかも、このリブとかが分厚めのリブを使ってて、でさらにここにはダブルステッチが施されているので、こう首が伸びたりしづらいような工夫はされてます。この辺の下のこの糸と上の糸でダブルステッチが施されてて、まあ、伸びにくくはなってますというところで、まあ、値段の割にコストパフォーマンスは結構高いんじゃないかなと思います。まあ、実際、まず着用動画を見てもらおうと思うんですが、僕が178センチ65キロで L サイズを着用してて、こっち側に出すのがこちらの新品の L サイズで、こっち画面のこっち側に出すのが1ヶ月間着た、洗濯とかガンガンした L サイズっていう感じになってます。ではどうぞ。はい、という感じで、まあ、パッと見の着た感じはそんなに大きくは違わないんですが、まあ、実際比べて並べてみると、はい、それではですね、見てもらうんですが、この裏手に新しい方の T シャツ、これはまあまだ洗ってないんで綺麗 でこれはもう表の方はもう何回も着用し何回も洗ってるので、ちょっと縮みが出てるし、なおかちょっと黄ばんできてるっていう感じなんですが、こんな感じです。肩の位置で見ると、まあ、そんなに違いはないかなという感じですが、実際袖の長さは短くなってますね。特にこの根元の方が短くなってる。でこっちも同様、こっち外側はあんま変わらないですが、内の方がギュッとこう短くなってる、縮んでるっていう感じですね。でこの
胴回り見ても指1本分は縮んでて、でなおかつこっちも同じように、まあ、指1本分は縮んでるんかなという感じになります。で丈はですね、丈に関してはそんなに縮みはない、まあ多少縮んでるんですが、この真ん中の方が吊り上がってるっていう状態で、長さが大きく変わってるっていう感じではないです。はい、まあ、引くとこんな感じですね。なので長さはそんな変わってませんが、幅が少し短くなってるのが見てわかるかなというふうに思います。はい、というように、まあ、肩幅はそんなに洗っても変わらないんですが、この脇のところとか胴のところが結構ピュッて短くなって、片側でも 1.5 センチぐらい、まあ、両方であったら3センチ分ぐらいは細くなってるっていう感じになってます。なのでどっちかというと縦に縮むっていうよりかは横に縮むので、何回も洗濯するとちょっとずつこう横には縮んでくるので、まあ、僕は今まではちょっと大きいんですが、まあ、もっと洗えば自分が好きなシルエットにちょっと近づくのかもしれないなっていう感じになってます。なのでまあ今後もしこの T シャツ買い張る方は、まあ、横が少し短くなるというか縮みやすいっていうのだけ理解して購入されると、多分サイズ感は間違いないんじゃないかなというふうに思います。というのがまあ一応この今回の T シャツでは一応デメリットとしては、このサイズ感に縮みが出るっていうのが多分一番のデメリットだと思うので、まあ、そこを考えて購入さえすれば、まあ、白の無地 T なんで何でも合わせれますし、で別にガンガン洗濯もできるし、で別に透けへんしっていう感じで、でなおかつ値段も安いっていう感じになってるので、まあ、結構何役にもなる割には安くて、まあ、丈夫っていう感じの T シャツでした。ということで、本日はですね、ヘインズのパックティー BFT シャツを紹介してみたという動画になります。以上ありがとうございました。